はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は Vlog プロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということに、やっていこうと思うんですが、またね、無料のガチャがいくつか来てますので、それをちょっと引いていこうと思いますという感じなんですが、まずはね、新しいサポカー新デモ活ですね。こちら初回無料分が来ているのと、もう一つね、ゲリラ無料の、ホワイトデー記念ガチャ、こちらのね、無料分来てますよということで、まあその辺ちょっとね、順番に引いていってみようかなと思います。あとあれか、超トレンドガチャですね。こちらも初回無料で、しかも超トレンドガチャのポイントはホワイトデーのガチャと共通なので、150ポイント貯まるかなって言ってたんだけど、無料分だけで貯まるようになったんで、ここは良かったかなというとこですね。しかも新デモカツも交換できますので、まあ、そうだね、新しい新デモカツと交換するのもありかなと。まあ、ホワイトデーレオの2枚抜きとかあったら65にするのとどっちにしようか迷うぐらいの感じかな。まあ特に収穫がなければ新しいサポカに交換するでいいような気もしますけどね。ってことで、じゃあ引いていきましょうか。とりあえず無料の単発からいきましょう。さあ、まあ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 、ここは、潔、金玉ならずの左ということで、星1ですね。さて、続いてこれですね。こちらも単発いきましょう。さあ、5位。さあ、潔が続く。金玉ならずの左ということで、単発は両方星1でしたね。ちょっとこれはあまり嬉しい流れではないね。ホワイトデー、リミテッドフェスガチャ、こちらから行きましょうかね。で、その後で、超トレンドガチャ、まあ死んでも勝つ、あ、どっちにするか。まあちょっとレオのやつから行きましょうか。いきます。さあ、潔ですね。さあ、ここから、せめて金玉右、もしくはバロー乱入、いけ！ほい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 。さあ、おし、おし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 。まずは金玉の、左か。これどうだろう。金玉二つ、ちょっと怪しいな、これは。空振りの空気がありますね。ああ、はい、赤スパちゃんは来ましたが、まあこれを追撃することはもうないかなというとこですね。さあ、じゃあ続けていきましょう。死んでも勝つ行こうか。死んでも勝つに関しては、まあサポカは新しい方から順番にでいいかな。覚醒もね、あの月が変わったら交換で貫突できそうなので、ここで選ぶ必要はないですね。 OK、 じゃあこのまま引いちゃいましょう。いきます。さあ、どうよ。おし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 、とりあえずなんかあるね。さあ、金玉は4つありますが、1つ目は早速外れる。おし！OK！ 無価付き熱くなる、重なりましたね。65になってたはずだから70かな、これは。さあ、そしてもう1枚あるか？ないね。はい、赤スパちゃん入りますが、まあこちらは追撃、しないでいきましょう。さあ、そして最後に超トレンドガチャですね。まあ、新しいサポカ2種類と、ホワイトデーレオをピックアップ選んでいきましょう。まあ、普通の 3.5% で選んだやつだけ出ますよというタイプですね。OK、じゃあ引いてみよう。いけ！さあ、頼め！ここでちょっとなんか来てほしいね。潔ですが、バロ乱入しない。金玉買われ、これダメだ。金玉じゃない左はちょっと絶望的なんだよな。さあ、一応二つありますが、
だよねはい、あずれですね。はい、ということで、ムカつき熱くなるだけ収穫でしたね。で、150ポイント貯まったので、これ交換ね、どうすかな。まあ、レオンも重ならなかったし、死んでも勝つ、とりあえずゲットしとくか。無凸でもね、新しいカードはあると強いからね。そうね。これ交換しておきましょう。OK。さあ、そしたら、サポカをちょっと見ましょう。まずはムカつき熱くなる。こちら1枚出ましたよ、ということで、70に上がりますね。さらに、新しくゲットしたのが、こちらですね。死んでも勝つ。はい、死んでも勝つは、とりあえず、無凸でレベル50まで上げましたということで、まあ練習時テクニックアップ、ドリブルのエクストラボーナスと練習時キックアップ、さらに常時テクニックアップか。なるほどね。そうだな。ちなみに、ちょっと待って、詳しい特殊能力としては、ラストマッチ2戦目勝利から、3戦目開始までの間で確定で、3ターンの延長か。なるほどね。まあ、あのタイミングはね、あの2ターンしか、延長の猶予がないので、そこで3ターン延長確定で入るのはでかいかな。さらに5の3で金のコンセントレーション確定と、コンディションアウェイクニングになりますよと。いうことみたいですね。で、スペシャルサポートカード死んでも勝つと、クロスバチラ、クロスバチラじゃない方の、変幻自在の足技バチラっていうのは、一番最初のやつか。あれ、ドリブルのやつじゃないのか。はー、そして、アニバのナギとレアール、レオナルドルナ。のいずれかの選手を同時に編成した、トレーニング挑戦中様々なトレーニングスキルが発動しテクニックの育成をサポートと。なるほど。まあ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 、最後のターンに3ターン延長が確定で入るだけでも結構強いのかなというとこですね。そうですか。まあ交換でとりあえずゲットできただけでもよしとしようか。ここはで、まあもうじきね月が変わるので、月変われば、ここねまた新たに50枚交換できるようになるはずなので、まあそうしたらもうちょっと、いろんなやつ鍛えられるかなというとこですね。まあ、覚醒に関しては、あと10ピースで、ガチャさんのサポカ初の貫突がね、俺もいよいよ手に入るということで、まあ、10ピースはね、ここに交換しようと思ってるんだけど、まあ、残り20ピースをどこにどんな感じで振り分けていくか、まあ、あと5ピースとか10ピースで、レベルアップするよっていうやつめがけてね、がっつり突っ込む感じでいこうかなとは思いますけどね。とりあえずそんなところか。で、選手の方は今回は、特にね、星さん引けませんでしたね。まあ、このまま終わってしまうと、ホワイトデーのレオは無凸で、とりあえず記念用に持っとく感じになっちゃうかな、ということで、まあ、ちょっとね、クリスマスのちぎりの時もそうだったんだけど、やっぱ限定キャラ結構強いから、どうだろうなぁ。まあ、ちょっと今回、としては記念に1枚という感じだったんですが、そうだね、サポカでハロウィンとバレンタイン、そしてクリスマスと、ホワイトデーに、選手で来まして、来てますので、まあ限定キャラもね、サポートと選手2種類ずつっていうか、まあハロウィンが2枚だったから、
サポカは3枚なのかな。そういう感じでね、限定のやつも増えてきてるから、限定復刻ガチャみたいなの来ないかな。 1.5 周年そういうの来そうな気もしなくはないよね、この状態だと。とかね、ちょっと期待してはいますが、まあ、ちょっとね、今回狙って、まあ、65目指すかどうかということで言うと、まあ、ちょっと今からは目指せないかなという感じですね。まあ、4月の新キャラも来るから、そこに期待しましょう。ってとこかな。まあ、さすがにもう30日、最終日にまたゲリラ無料来るともあんまり思わないので、いや、来るかな。意外と来るかもしんないけど。まあ、でもとりあえず、今のところはね、こんなもんかなというとこですね。まあ、ホワイトデーの交換所のポイントを綺麗に使い切れたのは良かったかなと思います。ということでね、今回これで終わります。ありがとうございました。よいしょー。